やっぱり ZEP というステージを見てシンガーソングライターに憧れて、ソロシンガーに憧れてっていう場所なので、音楽がないと怪奇っていうアーティストは存在しなくて、あなたとも出会えなかったから、僕にとってはすごく尊いものだなと思います。今まで伝えてきたこと全部を回収します。まだまだ上に行けると思ったから、まだまだ俺らなら行けると思ったから、そのために俺は